緊急事態宣言の延長の判断に向けて厚生労働省で有識者会議が開かれ宣言が出ている地域の感染者が圧倒的に多数を占めるとした上で大都市での対策を続けることが地方での感染の抑制にも有効だと指摘しました。 重症者の方々、まだ多くおられます、病床の逼迫度合いもまだ厳しい状況であります、そのようなことからいたしますと、まだまだ感染の状況、それから病床の状況、我々は注視していく、そういう必要があるというふうに認識をいたしております。 厚労省で開かれた新型コロナ対策のアドバイザリーボードでは宣言の出ている11都府県について直近1週間の新規の感染者は減少傾向としながらも東京都の感染者は全国の4分の1弱で11都府県だけで全体の8割弱を占めているとしました大都市で感染を抑える対策を続けることが地方での感染の抑制にも有効だと指摘しました 一方70歳以上の感染し、70歳以上の感染が減っていないことから、重症者や死亡者が増える可能性があるとみています。患者に対する効率的なモニタリングや自宅療養の環境整備など、引き続き医療体制の確保が必要だと提言しています。政府は明日対策本部を開き、緊急事態宣言を延長するかを判断する見通しです。